皆さんこんにちは、メタボのおっさんです。京橋といえばグランシャトー、グランシャトーといえば京橋というぐらいに有名な京橋グランシャトー、冒頭に流れた歌、大阪の人なら誰でも知ってるって言われてますが、今の若い人はほんまに知ってるんでしょうか。で、遊びに行ったことあるんでしょうか。そんなことを考えながら京橋の街を歩きました。最近メタボのおっさんの歌っていう食に関する YouTube チャンネル作ったので、京橋のおすすめの店を案内してやって京橋のある方にお願いしたところ、よっしゃ任しときって言って案内してもらったのが今回ご紹介するお店です。そのお店、京橋のお店で働いていた神戸出身の兄弟2人でやっています。そのお店の名はスタンド B ゆきちゃんです。4月にオープンする予定が新型コロナの影響で6月までオープンが延びました。その2ヶ月間に少しでも地域の人にこのお店のことを知ってもらおうと200円弁当を始めました。さすがに物価が安いと言われる京橋でもご飯大盛り可能のお茶付きのり弁当が200円だと近所からめっちゃ怪しまれたらしいんですけれども、赤字覚悟のお弁当のその気持ちが伝わったのか、今では繁盛店になっています。最初にびっくりしたのが生ビール、琥珀恵比寿ビールでした。299円、お値段も安いです。こちらがメニューです。激戦区京橋で安さとオリジナルメニューで勝負する、そんな思いがメニューからもお店の雰囲気からも伝わってきました。料理をご紹介したいと思います。こちらがお造りのマス盛り、お値段299円、安。そしてこちらがガパオライス、お値段299円。その他にも絶品京橋カレーとかご飯もんが結構多いんですけれども、お造りのマス盛り以外はボリュームがあるので何人かでワイワイ飲みに来た方がええような気がします。2杯目は大衆酒場の代名詞バイスサワーを注文しました。バイスっていうのは漢字で書いたら梅の酢、まあお酢は入ってないですけれども、一言で言うたら駄菓子のオリオンの梅ミンツ、これのサワー味、余計分かりにくいかな。まあ赤じそのサワーという言い方がいいかもしれません。割ってる焼酎は金宮でした。次に注文したのが鶏もものたたきです。こちらもお値段299円、安。ドリンクも料理もお値打ち価格のスタンド B ゆきちゃん、赤星のラガーの大瓶が499円、料理は最高で399円と手軽な値段で飲むことができます。駅から少し歩かねばいけませんが、京橋にお越しの際はぜひお立ち寄りください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、コメント等よろしくお願いいたします。それでは皆さん、また See you!